おいチュンチュン、何してんだこんなとこで。あ、いえ、見晴らしがいいなって。先生は。俺はたまに来んの。つうかここ立ち入り禁止なんですけど。え、そうなんですか。すいませんでした。うっそー、冗談だよ、なわけないじゃん。でも内緒ね。いや、どっち。どう、友達できそう。いや、どうですかね。地元ではみんな生まれた時から友達だったから。うん。でもこっちは自分から声かけなきゃいけないし、ちょっと怖いなとか。そっか、そんな難しく考えなくていいんじゃねえの。さらっと言ってみ、友達になろ。もし俺が生徒でチュンチュンにそう言われたら普通に嬉しいと思うし、まあそれでダメだったら弁当ぐらい俺が一緒に食ってやるよな。